やあ、久しぶりだね。エステル、それにヨシュアまで。もしかして遊びに来てくれたの？ううん、ブレイサーの仕事よ。なんでも魔獣が出たそうじゃない。研修が終わったんだ。おめでとう、よかったじゃない。うん、あなたたちだったらなんとかできるかもしれないわ。やっぱり出るの魔獣？へえ、ここ数日ずっとよ。おかげで私まで寝不足になっちゃって。ということは魔獣は夜に出没するんだね。ご明察。まあ詳しい話はお父さんたちに聞いてみて。そろそろ配達から戻ってくると思うんだけど。おじさん、おばさん。ご無沙汰しています。おやまあ、エステルとヨシュアじゃないか。こりゃ久しぶりだね。ティオに会いに来たのかい？あ、ティオとはさっき会ったばかりよ。今日は遊撃士協会の用事で来ました。なるほど、事情は分かったよ。でもあんたたちだけで魔獣退治なんてちょいと危険じゃないかね。そうだな、君らに怪我をさせるわけには。心配しないで、これでも一応ブレイサーだもん。魔獣退治だったらお手の物よ。ギルドの許可も得ています。どうか任せてもらえませんか？よし、それではお任せしようか。ありがとう、おじさん。それでどんな魔獣が出たの？正体はよくわからないが、丸っこい猫のような魔獣でね。夜中に 3,4 匹くらい現れて畑の野菜を食い散らしていくんだ。
凶暴じゃなさそうだけど、捕まえようとしてもすぐに逃げられ。なんか変な魔獣ね。夜中に現れるということは、それまで待つ必要がありますね。ああ、夜になるまでゆっくりとくつろいでいてほしい。もちろん、二人とも夕食に付き合ってくれるだろう。もちろん。ハンナおばさんの料理ってとっても美味しいから楽しみ。嬉しいことを言ってくれるじゃないか。それじゃ、期待に添えるよう張り切って作るとしようかね。美味しかったな。ハンナおばさん、相変わらず料理が上手よね。うちのお母さん、お客さんが来ると張り切るから。それよりヨシュアには悪いことしちゃったわね。チビたちの相手をさせちゃって。いいんじゃない。ヨシュアって意外と子供に懐かれることが多いし、どちらかというと堅苦しいタイプなのに不思議よね。あら、そんなことないわよ。確かに礼儀正しくて他人行儀な雰囲気もあるけど、いざ知り合ってみると結構面倒見がいいのよね。さりげない気配りがまたポイント高いっていうか。そうかな。加えて整った顔立ちと神秘的な琥珀の瞳、漆黒の髪、女の子に騒がれるのも当然よね。ヨシュアってモテるの？何を今さら。交際を申し込んだ子は一人や二人じゃないって噂よ。彼全部断ったみたいだけど。知らなかった。ヨシュアってば、私に何の相談もしないで、全く秘密主義というか水臭いというか薄情なんだから。まあ同性なら。エステル、いいかい？そろそろ見回りの。それじゃあお仕事を片付けてくるわ。今の話また後で聞かせてね。ああ、はいはい、気をつけて行ってきなさい。相変わらずこの手の話には疎いというか鈍いというか。こりゃヨシュアも苦労してるわね。どうやら魔獣はいつもこの時間に現れるみたいだ。早速見回りを始めようか。じー、何ぞ。ねえヨシュア、私に隠し事してない？なんだよ、やぶから棒に。ヨシアがうちに来てから私たちいつも一緒だったよね。いっぱい喧嘩もしたけど、それだっていい思い出だし。私ヨシアのこと本当の意味でエステル。だから何かあったら相談に乗るからね。例えば青春の悩みとか。はあ？話はそれだけ。とっとと見回りを始めましょう。ティオに何か吹き込まれたのかな。隠し事か。うわ、さすがね。家の農園。それじゃ。さすがに中には入り込んでない。でもオーブメントの光が幻想的な雰囲気でいい感じよ。ちょっと得した気分かも。のんきだな君って。ヨシアが当変僕すぎるの。
ですかね。まだ農園僕たちを。ねえねえよ、赤ちゃんってキャベツ畑で生まれるって。また唐突だね。僕は銀の翼を持つ天使が届けてくれるって聞かされたけど。土地によって違うのね。見回り続けようか。うん。そっちは出口だよ。魔獣。そうだね。農園内にと。ふん、絶対に。やった。あとは懲らしめてやるだけね。これからが本番だ。行くよ。はっ、あたしの番ね。僕の番だね。はっ、任せて。はっ、僕の番だね。はっ、任せて。僕の番だね。僕の番だね。任せて。僕の番だね。僕の番だね。あたしの番ね。僕の番だね。あたしの番ね。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。
いやはや、さすが遊撃士だ。このすばし…ところで、痛い目に合わせたから、もう悪さはしないと思うけど…え、僕たち…で…それに、次に同じ…まあ、被害…みの…す…こ…ティオ…おばさん…ですが…私も殺すのは反対だ。彼らも私…あるよ…わかります。被害に…すまない。私たち…そういうことだから、みんなに感謝しなさいよ。今度やったら地獄見せるから。さて、これで一件落着だ。今夜はもう遅いから寝るとし。君たちもぜひ泊まっ…はぁ。お世話にな…もうクタクタだわ。もう夜も遅いし、さっさと寝るとしますか。あれ、どうしたの。ごめん、みんなに嫌な思いをさせた。え、さっきのこと。バカね、そんなこと思ってる人なんていないわよ。普通に考えたらヨシアの意見が正しいもんね。正しいわけじゃない、ただ心が冷たいだけさ。今だって情けをかけずに退治すべきだったと思っている。エステルやティオたちと違って、こういう時自分がたまらなく嫌になる。人として不完全じゃないかって心のどこかが壊れているのかもしれないな。ヨシアのバカ、勝手に自分のこと決めつけるんじゃないわよ。この5年間、私はヨシアのことをずっと見てきた。いいところ、悪いところは誰よりも知っている自信。多分、その壊れてる。ごめん、バカなことを言った。分かればよし。でも、ちょっと嬉しかったな。え？ヨシアってさ、いつも一人で溜め込むじゃない？苦しい時も悩んでいる時も平気そうな顔をしながら一人で解決しようとするのよね。それってやっぱり家族としてはさ。エステル。でも今日は自分をさらけ出して、弱い部分少しは私のことを頼りにして、だからちょっと嬉しいんだ。そんな。さ、そう、それからどういたしま。おやすみな。ありがとう。今回は本当に助かったよ。それと悪かったね、中途半端な結果にしてしまって。気にしないでください。いろいろと勉強させてもらいました。また困ったことがあったら遊撃士協会に連絡してください。ぜひそうさせても。エステ、ハリか。さてと、ギルドに戻ろうか。今回の報告をしてから次の仕事を紹介してもらおう。おう、勝手だ。次もこの調子で行くわよ。任せて。行くわよ。僕の番だね。僕の番だね。私の番ね。この調子で行くわよ。
行くよ行くよ。断骨剣。うん、もう大丈夫だ。やあ、ゴン。うん。でも、ミルヒ街道には。うん、僕たちでよ。ありがとう。うっかり忘れてて。さてと、まずは大事な。これが交換。ああ、交換してもらうのは西のミルヒ街道にある第六街道島だ。ロレント側から数えて6番目にある街道島だからね。間違えないように。うん、西にあるミルヒ街道のロレント側から目的の街道島を見つけたら整備パネルを開くには、第六街道島のコードは544818だね。なるほど、オーブメント気休めて。それだから、そもそもか、まあそのな、なら仕事の、よし、何か書く。
なるほど。ご考説、もっともですわ。ヨシュアです。エステシシ、うん、
今セロレントで採取された記録はあるが、今はどこの商店でも扱ってだが、どうしても手に。この辺りでセプチ、他に何か普通は草むら、ただし土の中に埋まそれでも掘り出してしまえば、それが何しろあのキノコは。それで、さて説明。要するに、まあそういう、もし本当に地面の中に生えているなら、何か問題があったらまたここに来てくれた。では取り急ぎお願いするよ。僕の番だね。はっ、私の番ね。えい、行くよ。番だね。ついっ、もう大丈夫だ。僕の番だね。僕の番だね。
任せて。行くよ。任せて。この調子で行くわよ。僕の番だね。あたしの番ね。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。僕の番だね。僕の番だね。任せて。この調子で行くわよ。そこ。僕の番だね。任せて。僕の番だね。私の実力よ。よし、やったわ。少しは強くなれたかな。そこ。行くよ。行くよ。遅い。あたしの番ね。
僕の番だね。行くよ。番だね。終了、先に進もう。番だね。はあ。
行くよ。僕の番だね。任せて。僕の番だね。行くよ。はっ。任せて。はあ。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。行くよ。行くよ。うん、もう大丈夫だ。行くよ。
行くよ。番だね。行くよ。あたしの番ね。僕の番だね。アーツ駆動。僕の番だね。うん、もう大丈夫だ。僕の番だね。行くよ。ダンソッケン。あたしの番ね。行くわよ。僕の番だね。行くよ。あたしの番ね。僕の番だね。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。
行くよ。僕の番だね。僕の番だね。アーツ駆動チッ。遅い。任せて。アーツ駆動。はっ。この調子で行くわよ。僕の番だね。僕の番だね。私の番ね。
駆動。僕の番だね。はあ、せっ。行くよ。遅い。私の番ね。行くわよ。行くよ。せい。任せて。はあ。僕の番だね。僕の番だね。せっ。任せて。はあ。僕の番だね。アーツ駆動。戦闘終了。先に進もう。
行くよ。捕らえた。私の番ね。僕の番だね。任せて。僕の番だね。行くよ。私の番ね。僕の番だね。うん、もう大丈夫だ。そこ。僕の番だね。遅い。私の番ね。はあ。任せて。はあ。行くよ。捕らえた。はっ。行くよ。僕の番だね。僕の番だね。行くよ。僕の番だね。僕の番だね。アーツ駆動。はっ。行くよ。はあ。任せて。はあ。うん、もう大丈夫だ。来た。
任せて。だね。終了、先に進もう。僕の番だね。直さないと。僕の番だね。大丈夫だ。
僕の番だね。僕の番だね。私の番ね。僕の番だね。私の番ね。これが私の実力よ。僕の番だね。行くよ。うん、もう大丈夫だ。番だね。戦闘終了。先に進もう。番だね。任せて。僕の番だね。
戦闘終了、先に進もう。おや、エステル、今日はまた。はい、どうぞ、教区長さん。これはベアズクロート、ギルド。その前に物事、しかし、はい、せっかくのごめんねえ、ヨシア。まったく、すみません、今日。おや、それ、エスト、二人。フライデーさん、そうか、パネルにも。あ、よーし。残念。え？こんなに。やっぱり、とにかく、魔獣。それじゃあ。魔獣は私に任せ。了解、僕は整備パネルを開く。私の番ね。乗ってるな。よっしゃ、今会場コードを入れ、5、4、こっちは大丈夫だから。よし、あとはオーブメントを。ふんふん、さあ来い。お待たせ、エステル。はい、まさか。なんか今、昨日。まったく。
おお、エステル君とヨシュア君じゃ。アストンさん、こんにちは。お久しぶりです。ああ、久しぶりだね。聞いたよ、うちのルックがいろいろと迷惑をかけたようだね。父親としてお恥ずかしい限りだ。まあ、私金そ、ちょ、ぎ、金うん、お引き受け、ありがた、訓練、バンでは、うん、ではこれより訓練を始める。全員構え。確かに退屈だったけど、訓練中だぞ。本当エステル。うん、わかる。前へ。僕の番だね。行くよ。僕の番だね。私の番ね。任せて。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。よし、訓練、ね、お疲れ。ま、ほんと、うん、君、いや、す、エステル、うん、すこ、さっきの、ほんと、真剣、うん、は、うん、エステル君、ヨシア君、君たちのおかげ、うん、だって、そうだね。お互い立ちかけながらうん、アストンさん、うん、you
僕の番だね。スイッ、任せて。この調子で行くわよ。僕の番だね。スイッ、任せて。えい、行くよ。スイッ、あたしの番ね。えい、この調子で行くわよ。僕の番だね。あたしの番ね。行くよ。僕の番だね。スイッ、任せて。この調子で行くわよ。僕の番だね。行くよ。スイッ、あたしの番ね。行くよ。うん、もう大丈夫だ。行くよ。捕らえた。あたしの番ね。行くよ。スイッ。うん、もう大丈夫。あ、どうしたの？見つけちゃった。収穫。あ、そね、そう思うでしょ。
生えてた場所もそうだけど、ぼんやり薄緑色に光ってるもんね。あのおじさんの言ってたホタルタケ、オービット、ああそうそう、ちっとも美味しそうじゃないけど、綺麗な木の、まるでセプチウム。ん？どうしたの、ヨシア。考えすぎかもしれないけど、エステル。やっぱり。まさか。エス。任せて。僕の番だね。行くよ。戦闘終了。先に進もう。はあ、びっくり。キノコはちゃんとしまった？うん、もう大丈夫。セプチウムの原石が放つ光にはどうもあのキノコの、あのタヌキ親父、そんなこと一言も。とにかく、お悪徳し、僕の番だね。うん、もう大丈夫だ。行くよ。僕の番だね。
はっ、任せて。僕の番だね。はっ、任せて。この調子で行くわよ。行くよ。戦闘終了。先に進もう。僕の番だね。行くよ。スイッ、戦闘終了。先に進もう。
僕の番だね。大丈夫だ。僕の番だね。僕の番だね。番だね。捕らえた。あたしの番ね。この調子で行くわよ。僕の番だね。
遅い。私の番ね。行くよ。任せて。僕の番だね。戦闘終了。僕の番だね。捕らえた。任せて。僕の番だね。うん、もう。僕の番だね。はっ。私の番ね。はっ。僕の番だね。はっ。任せて。よーし、上出来。僕の番だね。はっ。私の番ね。はっ。この調子で。行くよ。撤退を開始する。失礼させてもらうよ。
番だね。任せて。アーツ駆動。はっ。行くよ。はっ。この調子で行く。番だね。捉えた。任せて。僕の番だね。調子で行くわよ。行くよ。撤退を開始する。無事逃げられたみたいだね。
僕の番だね。捕らえた。私の番ね。行くよ。あたしの番ね。私の実力よ。行くよ。撤退を開始する。回り込まれた。任せて。一旦引くわよ。そんな、囲まれた。行くよ。捕らえた。任せて。この調子で行くわよ。Thank you.
僕の番だね。遅い。うん、もう。僕の番だね。あたしの番ね。これがあたしの実力よ。行くよ。撤退を開始する。回り込まれた。任せて。僕の番だね。遅い。戦闘終了。行くよ。捕らえた。任せて。僕の番だね。戦闘終了。僕の番だね。任せて。僕の番だね。任せて。この調子で。僕の番だね。捕らえた。任せて。
僕の番だね。スイッ、うん、もう大丈夫。僕の番だね。任せて。僕の番だね。うん、もうだ。番だね。スイッ、戦闘終了。私の番ね。
僕の番だね。任せて。この調子でいくわよ。行くよ。はっ。任せて。はっ。僕の番だね。つい。戦闘終了。僕の番だね。捕らえた。戦闘終了。行くよ。行くよ。つい。あたしの番ね。行くよ。つい。あたしの番ね。これがあたしの実力。行くよ。捕らえた。戦闘終了。先に進もう。
行くよ。スイッ、戦闘終了。先に任せて。行くよ。スイッ、うん。僕の番だね。撤退を開始する。無事逃げられたみたいだね。僕の番だね。撤退を開始する。失礼させてもらうよ。行くよ。撤退を開始する。囲まれたか。任せて。は。行くよ。スイッ。戦闘終了。どうした？キノコ。おお。あ、だって帯び。だいたいこっちだ。僕このきどう。何りょりょこのたくすぐそのこれ様子。ふん、まあだそんなたすさ大人。え、うん、ほう。行こう。それ。ん？やっほ。やさ。うん、まあ。ねの。そ。うん、あたし。あり。
これは。そう、はい、うまく。うん。いや、お、今後。ご苦労様。うん、いろいろ。一応報告しておきます。この調子で次の依頼も頑張ろう。なるほど、魔獣を逃がしてあげたのね。甘いとは思うけど、それは。え、いいの？遊撃士の使命は人を守り正義を貫く。だけど守り方はいろいろだし、正義も星の数だけ存在するわ。それを見極めるのもあなたたちの仕事ってわけ。なるほど、ずいぶん奥が深いんですね。まあ魔獣退治だけじゃなくて、国家間の争いも調停する組織だから。上位ランクの遊撃士だと戦闘力以上に総合的な判断力と柔軟な問題解決能力が要求されるのよ。判断力と問題解決。ひょえ、一流への道は険しそうだわ。日々精進あるのみよ。さてと、次の仕事をお願いしようかしら。待ってました。それで今度も魔獣退治系？いいえ、物品運搬の仕事よ。依頼主はなんとクラウス市長。え、市長さんからの？いいんですか、僕たちに任せてしまって。簡単な仕事だと聞いてるわ。まあ詳しい仕事内容は市長。この調子で次の依頼も頑張ろう。これで依頼達成ね。これで依頼達成だね。この調子で次の依頼も頑張るわよ。お疲れ様。何か依頼を達成。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。